ジョアキム・ミリールは、スペインの画家である。19世紀末から起こった、カタルーニャ・モデルニスモを代表する画家とされ、鮮やかな色彩の風景画を描いた。バルセロナに生まれた。バルセロナの美術学校で学んだが、中退した。1893年に、石ドラのネイヤ・リカルド・カナルス、ラモン・ピチョット、ジュリ・バルメテンナ、エイドリ・ア・グアルといった若い画家たちと、コラデル・サフラ、または、 ペンジラでサンマルティと呼ばれる美術家グループを結成した。1901年に有力なバルセロナの実業家のおじ、暴れのトリンクセットの屋敷の装飾画を描いた。1901年にはカタルーニャモデルニスモを推進した画家、文学者のサンティアゴルシニオールとマヨルカ島へ旅し、海岸の紫カローブラに滞在し、島の風景を描いた。1900年から、 マヨルカ島に滞在していた、ベルギーの象徴主義の画家、ウィリアム・ド・グー・ブード・ヌンクとも知り合い影響を受けた、ともされる。1904年に、ノイ・ローゼになって1905年から1906年の、間は、タラゴナ県のレウスの病院で治療を受け、1906年に、タラゴナ県のエル・アライエルなどの風景を描き、風景画家として認められるようになった。九百十三年から、 モリット・デル・バイエスに住み、1918年からカルダス・デ・マント・ビューイに住んだ。1921年に結婚し、ビラノ・バイラ・ジャルトルに住んだ。その後もカタルーニャの各地やアンドラなどで活動した。ありがとうございます。